サロシンナローチャンネルのまじまです。こんにちは。サロシ試験が終わりまして、今日は9月の9日なんですね。発表が10月の5日でしょ。つまり今はサロシ試験で言えばですよ、1年間で一番盛り上がっていない時期ってことが言えるわけなんですね。でもそれはもちろん試験の話であって、実務は時期なんて関係ないですからね。というわけで今日は実務の話をさせてもらいたいと思っています。テーマとしては、社労士資格を活かせる人、活かせない人、そして活かすためには何が大切なのかという話をします。社労士試験、もちろんものすごく難しい試験です。その試験の突破を目指してチャレンジした。一生懸命勉強した。必死にやってきた。たくさんのものを犠牲にして、ひっちゃきんだって頑張ってきた。結果、見事に合格できた。となればですね、誰しもが思う。よし、この資格を絶対生かす。生かして自分の人生を豊かにする。豊かなままでいけたらいいな。なんてふうにね、思ったりするわけですよ。つまり、合格したときは、熱い思いに溢れている。いわゆる星雲の志を抱いているっていう状態なわけです。みんながそう思うんだけど、ところが結果的には成功できる人もできない人もいるってことなわけですよね。まず成功できない人、つまり資格を活かせない人ですね。どういうパターンが一番多いのか、何が一番影響するのかっていうと、これはね、時間なんです。時間。試験に受かって熱い思いに溢れている、その時に何かしら行動を起こせばいいんだけど、起こせなかった。いろんな理由でね。そこからなんとなく時間が経っていってしまう。半年、一年、三年、五年とね。で、時間というものは、特にありがたいですよね。嫌なことがあっても、すごく大きな失恋をしてもですね、時間が解決するって言うじゃないですか。時が経てば忘れることができる。そしてまた新しい恋を見つけられるよ、なんて言うじゃないですか。というわけで時間っていうのは素晴らしいんだけど、逆に言うと残酷な面も持ってるわけですよね。そう。時が経てば、モチベーションも落ちていってしまう。試験を受かった時のあの熱い思いが、だんだん失せていきまして、まあ3年も経てば、もう綺麗さっぱりなくなっちゃう。さらに、時が経てば、試験勉強であんなに一生懸命勉強して吸収した知識、それすらもどんどん風化していってしまう。3年5年経つ頃には知識ももうきれいさっぱりなくなってしまって、モチベーションもない、知識もない、そんな状態で、だからもういいや、もう社労士のことは忘れよう、別の道を歩んでいこう、なんてことになる。それが一番多いんですね。で、これ大事なことなんだけど、それで人生いいんだったらいいんです。何の問題もないんです。でも本当にそれでいいんですかって話。もしかしたらあなたに置き換えて考えてほしいのね。あなただったら本当にそれでいいんですか。後悔しませんか。もしも後悔するとしたら、そのままじゃいけない。後悔したまま棺桶に入るのは嫌でしょって話。ですね。だから、はい、資格を生かすために、じゃあどうしたらいいのってことを今日は考えよう。一緒に考えようじゃないかっていう。まあそういうことなんですね。うん。資格を生かすっていうこと。まあ、いろんな生かし方もちろんあるんで、ね。今日全部は触れられないので、いわゆる一般的な開業か勤務かってことにね、限定した話をさせてもらいたいと思います。うん、じゃあ、まず先に勤務の話からするんですけども、勤務社労士ですね。会社に勤めながら、例えば A 社っていう会社に勤めながら、その会社の総務とか人事に所属をいたしまして、で、社労士として登録もする。勤務登録っていうのがあるんでね、登録をすると。登録料とは年会費もかかるんだけど、そういったものを払ってですね、登録をして、で、A 社、自社、自分が勤める会社の社労士のお仕事に勤しむっていうね、これが勤務社労士ですよね。勤務社労士になるっていう道ですが、これはね、その、二つの方向性がありますよね。一つは、今会社員の方、A 社に勤めてるとしまして、今は人事とか総務にいませんよと。例えば営業やってますよと。会社の中で社労士試験を受かったんでね、会社の中で、いわゆる移動願いを出すと。人事とか総務に移動させてくださいと。
そこで私は社労士として仕事がしたいんですっていうね、希望を出すってことですよね。で、登録もする。まあ、登録料、年会費、これ自分で払うか、会社が払ってくれるか、会社との交渉次第と。まあ、そうですね、そういうことなんだけど、いずれにしても、A 社の中で移動願い出して移動するっていう方向性が一つありますよね。ただこれ言っておきますと、もちろん私が知る限りでってことなんだけど、会社の中で社労試験を受かったからって、会社の中で人事総務に移動願いを出して、すんなり移動させてくれるケースというのはどうやら稀なようです。うん。なかなかうまいこといかない。全く聞き入れてくれなかったりとか。それどころかなんかいわゆる報復人事じゃないんですけど、全然別の部署に、関係ない部署に移動させられちゃったりとか。そんな話が多いですね。まあ人事総務に空きがないとかね。そういう理由だったらまだわかるんですけども、それとか、今のお仕事があなたは適性が、合ってますよとかね。だったら話はわかるんだけども、そうじゃなくて、勝手な言葉から言いやがって、そんな従業員の希望ばかり聞いてられるかっていうことで、なんかこう嫌がらせ的な意味でね、全く関係ない部署に移動させたりとか、そんな会社もあるように聞いてるので、なんかちょっと残念な話だけども、でもそんなことも実際ありますからね。というわけで、移動願い出して移動するっていうのは、ちょっと難しいかもしれない。もう一つの方向性といたしましてはですね、もう完全に転職するってことですよね。A 社を辞めて B 社に行く。で、B 社で人事とか総務として採用してもらうと。そこで勤務者労使になるっていうね、そういう道もありますよね。むしろそっちの方が現実的なのかもしれません。うん。いずれにしてもそういうことで、勤務者労使になれれば万々歳じゃないですか。そこで社労使としてね、この資格を生かして、バリバリ頑張っていただければいいですよ。ってことなんです。これが勤務の場合ね。で、今日本当に言いたいのは、やっぱり開業の話でね。で、分かってますよね。そうなんですよ。やっぱり開業の話をしたいなと思うんですが、開業社労士としてこの資格を生かすってことについてはですね、まずはね、開業の時期なんですが、これがね、二つのパターンがありますね。一つは、試験に受かりました。もうすぐ開業するってことね。まあ、すぐとは言ってもですね、実務経験ないような方だと、事務指定講習受けなきゃいけないんで、そうすると最低でも7、8ヶ月はかかるって、まあ、そういうような問題あるんだけど、とにかくなるべく早くね、開業するっていうパターンが一つですよね。それともう一つよくあるパターンは、今の会社で定年までは働きたいと。で、定年後、社労士で開業したい。こういうパターンもあるわけですよ。大きくこの二つのパターンがあるわけでね、それについて話をしたいんですけども、先に定年後開業するってことについてなんですけどね、これもちろんダメとは言いません。もちろんそれでいいと思います。全然いい。あなたの人生だから、私がダメなんていう権利は一切ないから、もちろんいいんだけども、ただ一般論としてね、言うんだけど、定年後の開業っていうのは、こういう、なんていうかな、ちょっとよろしくない局面があるよってことをね、ちょっと話をしたいんですけども、まずね、さっき言ったモチベーションの問題。うん。人によって違うんだけど、定年まで何年あるか、何十年あるかってことじゃないですか。その何年とか何十年の間、果たしてモチベーションが持つのかなってのが一つね。それと、やっぱり知識が風化していっちゃうから、それを維持する、またブラッシュアップしていくのに、じゃあ何かしら手段が必要になってくるよね。これなかなか言うべくして大変だよねってのが一つね。それから二つ目といたしまして、定年後開業しましたと。ってことはもう60歳過ぎてるってことですよね。60歳過ぎてから社労士になりました。一生懸命やって成功しました。としますよ。面白くなってくるわけですよ。この社労士の仕事が。面白くて、これはもうすごい、もっといっぱいやりたいなと思った時には、もう年齢がいっちゃってるとか。人生がもう終盤で、もう体も動かなくなってしまってるとか。そういう可能性も、まあ考えておいた方がいいかもしれない。そして三つ目としてね、これが一番多分残念な話だと思うんだけど、残念だけど、一般的にそうだから言わざるを得ないんで言っときたいんですけどね。なんだかんだ言って世の中、高齢者に厳しいです。うん。高齢者よりは若い人に頼みたいってことがね、やっぱり多いです。はい。そこも含めた上で、60歳以降、開業っていうのは考えた方がいいということですね。うん。はい。じゃあもう一つの
なるべく早く開業したいってことなんですけども、開業するってことは、まあ、副業でやるとかいう場合別にしてですね、通常、今会社員の方は会社辞めて、もう、なんだろう、清水の舞台から飛び降りたような気持ちでね、後がないような状態で開業する。この道で生きていくしかないよって気持ちで開業する。ってことなんと思うんだけど、ってか、そうじゃないか、ダメなんですよ。そうじゃないかダメってことを言いたいんですけどね。開業するのはいいんだけれども、成功するか失敗するか、わからないけど、でもやるんだ。っていう気持ちはダメですね、やっぱりね。結局ね、今日一番言いたいことは何かっていうとね、開業して成功するためには何が必要なのかっていうと、もちろんいろんなものも必要なんだけれども、一番大切なものはね、これはね、覚悟だと思います。私は。覚悟だと思います。つまり何が何でもこの社労士のこの道で食べていくんだと。絶対成功するんだ。ってことを自分の中でも決める。これは決定事項にするわけね。決定事項にしたら、だってもう頑張らざるを得ないわけじゃないですか。うん。で、そんな強い思いがあれば、例えば営業の方法とか、そういうのも自分で見つけていくわけですよ。だから、今現在、社労士で開業して食ってる人間が何万人もいるわけですよ。ね。ということは、社労士の仕事の需要ってのは必ずあるわけです。これも疑えない、間違いないことなんです。需要はあるんです。だからこれから開業する人にとって大事なことは何かっていうと、その需要を吸い上げることなんです。自分のところに持ってくることなんです。それだけなんですよ。需要がないわけじゃないから、ここを決して誤解しないでね。需要は必ずあるから。それを自分がゲットするだけなんですよ。そのゲットする方法、これ強い思いがあれば、方法論自分で考えるでしょ。考えて実践するでしょ。そしてお客さんを何が何でもゲットするでしょ。そういうことで、強い思いですよ。結局は思いですよ。だから覚悟ですよ。うん。まあ、ちょっとやってみてダメだったらサラリーマンに戻ろうとかね。そんな気持ちだったらまず絶対成功できないと思いますね。それに、ね、そら、なんですか、中高年以降の、で、開業の方だったら、サラリーマン戻ろうったってそれを難しかったなんかしますよね。そんなこともあるんで、もう背水の陣を敷いて、必死になって頑張る。ただもちろん頭も使ってね。どう営業すればいいんだろうってことも考えながら実践していくっていうね。それをやれば需要はあるんだから絶対成功できますよ。ってことが今日は言いたかったということです。ちょっと熱くなっちゃいましたけどね。言いたいことは伝わったかなと思っております。というわけで今日は以上。ありがとうございました。